い、どうも中村です。ということで今回はなんと愛車拝見シリーズ初の自転車なんですが、ウーバーイーツ配達員系 YouTuber として大人気の湘南ボーイさんの愛車を拝見させていただきたいと思います。ということでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速ちょっと見ていきたいんですけど、実はですね、僕自転車のこと全然わかんないんですけど、これメーカー名とかモデル名とかあるんですかね。メーカー名はね、はい、ロックバイクスさん。あ、はい、それメーカーさん、はい、で車種がグリードっていう車種です。あ、これが車種なんですね。はい、そうです、はい、あ、なるほど。これってあれですか、ここの状態がグリードっていうか、なんかよくフレームだけ買ってなんかパーツ組み立てていく人とかいるじゃないですか。一応、はい、グリードっていう完成車でロックバイクスさんは売ってるんやけども、はい、ロックバイクスさんはちょっといろいろ他にカスタムしてくれるんで、はい、例えば僕履いてるホイールなんかはこれは言うたらオプションでアップグレードでちょっとええホイールつけてもうたりしてるんです。これ前も後ろも。そうそう、ロックバイクスさんもしええバイクがあるなと思って見て、はいはい、まあこんな間社長怒るかな、西山さん怒らんといてやちょっとここだけ変えてほしいんやけどなって言ったら、はい、プラスアルファの金額でグレードアップしてくれるんで、むちゃむちゃお買い得やと思います。はい、これ自転車ってその、まあ、いろんなメーカーさん、これロックバイクさんですけど、はい、いろんなメーカーさんとか、まあ、そのメーカーさんの中にもいろんなモデルがあると思うんですけど、はい、このメーカーとこのモデルを選んだポイントというか、まあ一番こだわったのは、はい、前のギアがこれ1枚、刃が1枚だけしかないね、スプロケが。あー、まあロードバイクやったらアウターインナーで2枚、あ、通常刃なんですか。そう、マウンテンバイクやったら3枚になってるんやけども、まあ僕ら考え方が古いんか知らんけども、はい、まあロードレーサーなんかアウター外側の大きい方のギアは平地用で、はい、内側インナーの小さいギアは山登り用っていう、俺の昔の考え方か知らんけど、そういうのがあって、まあその山登り用のギアなんて街中でいらんと。あ、なるほど。ということで、もう前は1枚ギア、あ、そうで、後ろはできるだけ7速よりも8速、8速よりも10速、あ、多い方がいい、うん、10速よりも11速ということで 1×11 って言ったら、もうね、クロスバイクなんかいっぱい車種があるんやけども、はい、その中でもそういう車種を販売してるって言ったら、はい、ほとんどない。あ、そうなんですか。あっても40万50万の上位モデルになってくるね。そうなんですか。それは前が少ないのが少ないですか、後ろが多いのが。前が少なくて後ろが多いっていうのが、はい、少ない。少ない。なんで上位モデルになってくるかって言ったら、はい、俺も自転車のことあんまり詳しくないねんけども、このスプロケの幅、はい、ここのスプロケの幅がもう一緒。あ、7枚だろうが11枚だろうが、はい、この幅が一緒。どういうことですか。この幅が一緒やから、はい、言うたら7枚も11枚も枚数入れれない、入れれない。入れようと思ったら全部の肉厚を分厚くせんと入れへんわけやんか。なるほど。だから肉厚が分厚くなるいうことは、はい、鉄を使ってるから、はい、値段が上がる、はあはあはあ、とちゃうかな、知らんけど、はあ、ということで、うん、はあ、この11速になれば値段が上がるから、どこのメーカーも上位の部類しかない。ここ多いので、多いというか普通は何枚ぐらいなんですか。普通はだから7から11、12まであるんかな。あ、12もあるんですか。まあ、知らんで俺は11やけども、うん、で俺はできるだけ多いので、あ、うん、ってなると、でそういうのでこれが見つかった。そうそう、もうほんま車種3車種ぐらいしかなくて、どれも40万50万超えてくる中で、このロックバイクさんのは10万ちょっと、うん、12万ぐらいやったかな。そうなんですね、うんうん、でまあデザイン的にもかっこええっちゅうのがあって、ほうほうほう、これを選びました。あ、なるほど、うん、もともとこのロックバイクさん知ってたわけではないんですか。知ってたわけじゃないんやけども、まあたまたま俺の動画の視聴者さんが、はい、こちらさんの社長さんの知り合いいうことで紹介してもらって、そうなんですね、はい、ちょっと部分部分で、はい、見ていきたいんですけどこれだからハンドルももともとこれっていうことですね。これだから、これはバーハンドルに俺がこの DH バーっていうハンドルをつけて、なんでか言ったらこれ俺 YouTube やる上で、はい、カメラ姿勢を伸ばすのに、あ、ここ直付けで1本やったらこうふらつくから、はい、ここの2本2個止めにしたら、はい、ぐらつきもなくなるいうことで。あ、そう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 。あれですか、その自分が
そうそう持つ用じゃなくて、いや持ちももちろんやけども、こういう感じでここにカメラつけて、ああなるほど、自撮りもしながら撮れる、撮るために、むしろカメラのためにつけてる方があれですかまあそんな感じかな。なるほど、ねえうん、そうなんですね、うん、でもまあ実際これここを持ったりとかもするってことですよね。でもね、奪ぐせたろうてここ持ってたらやっぱ乗りにくい。どうですか、かなり前傾姿勢になる。前傾姿勢というか、あのやっぱ後ろに荷がかかってるやんか、はい、なんかもっちり負担になるね。ああだから別にそんな、うん、楽じゃないんですね。楽じゃない、楽じゃない、うまく捨てたろうてたらしんどい逆に。なるほど、ちなみにこういうのって基本前傾っぽいじゃないですか、やや、はい、ウバックどうですか、あのそんな支障ない。中村さん、はい、鋭いとこ聞くな、はいはい、そこでね、はい、あのこれ自転車のシート、はい、俺はこれ自転車のシートって、はい、ここにこっちから来てる、ここにこうメモリ打ってあるやんか、ずっとここにメモリ打ってるんよ。で俺は自転車のサドルは一番前に持ってきてる、これ。あーなるほど、うん、ここもう余裕ないやんか、これ前後するってことこんなこう動くんよ、こうなるけども、俺は一番前に持ってきてる。あ、なるほど。なんで前に持ってきてるか言うたら、はい、あだからあれですね、そう、距離が短くなってる、ね、そう、距離が短くなるから、はい、起き上がる姿勢が、あ奥に座った時に前傾になる。あだから普段はちょっとシートの後ろ気味に座って、はい、荷物を積んだ時は前気味に座って上体を立てると。プロやろ。そういうことなんですねそうそうそう、そういうので調整してるんです、ね、そうそう、それであのシートも若干前下がりやね。ああなるほど、若干前下がり、はーはー、だからめちゃめちゃ下がるから、ね、うん、姿勢が持ち上がるように前でしかも下げてある。あなるほど、そうそう、うん、そこまでこだわってちゃんと考えてるんですね。そうそうそう、考えてるよいかに体が起き上がって走れる か、ね、なんかイメージはね、前傾姿勢のイメージがあるんであれですけど、クロスバイク、これこういうの僕のイメージですけど、こういうハンドルで違うんですかね、クロスバイクとかロードバイクって。俺もそこまでよく分からんねんけども、はいはい、これ一応クロスバイクの部類に入る。クロスバイクでもあるし、はい、まあ、フラットバーのグラベルロードって言って、はあ、またいろいろジャンルがあるんよ。難しい言葉出てきましたよ、うん、グラベルロード、はあ、うん、っていう。でも、はあ、あるんとちゃうかな、まだそこはね、はい、あの俺じゃなくて、はい、ロックバイクスさんの社長を紹介するんで取材に行ってくださいロックバイクスさんの行ったら誰やねんって言われそうです。いやちゃんと社長に話通しておきますんでこれでもあのこうなんですか、こうロードっぽいやつあるじゃないですか。ああドロップハンドルね。ドロップハンドル、うん、じゃなくてこっちにしたのはやっぱりウーバー用っていうこともあって。そうやね、あ、うん、じゃなかったらあのドロップハンドル、あと、いや、あそうですか、あのドロップでもいいかなと思ってんけども、はい、長いことドロップ乗ってないの、いきなりドロップに、あやっぱ違います、不安が あるっていうの、あやっぱ街中で扱うのは、はい、フラットバーが扱いやすい。あそう、やっぱバーハンドルが一番街中じゃ乗りやすい。あ、うん、あれなんかブレーキの位置もちょっと縦になってるんですかね。そう、ブレーキ縦やね。これちなみにあれですね、ロミコールさんのスマホホルダーですね。そうやね、これ使いやすいですよね。こないして、ね、楽ですよね、はい、ね、あなるほど、あだからよく何ですか、このギアあるじゃないですか、はい、これ左右についてる人いますけど、だからこれが1枚やから片方に、そうそうそう、 こっちしかなくて、こっちはブレーキだけで、ああ、うん、そういうことなんですね。変速機はシューターはこっちだけです。両方ついてる人はこっちも、そうそうそう、前もあるっていう、うん、前と後ろと両方で。なるほどなるほど、うん、でこれディスクブレーキなんですよね。そうです、油圧のディスクブレーキ、ね、これかっこいいですよね。これ 前後でしょう、だからそう、もう飛んでいくぐらいブレーキ効くよね。あそう、やっぱ違います、ね、全然違う。そうなんですね、うん、ちゃんとすごいかっこいいですよね。これみんなあれなんですかね、あのこういうクロスとかロードのバイクってこう線が中通しになってるんですか、このパイプの中に。いろいろやとちゃうかな。そうなんですか、今中通しなんかな。あこれめっちゃかっこいいですよね。俺もちょっとそこまで詳しくないんやけどね結構だってあれですね、細々とかっこいいですよね。あエンブレムね、エンブレム、この辺とか、はい、これホイールとタイヤもなんかこだわってたりするの。タイヤはね、あのパンクしにくい
っていうタイヤを入れてんは、初め標準でついてるやつ履いててんけども、それもあのこれグラベルバイクいうことで、セミブロックタイヤが入っててんけども、これは社長さんにお願いしてスリックタイヤに変えてもうててん。スリックタイヤにしてたんですか。まあ言うたらこういう感じがスリックタイヤよね。こういうのこれのもっともうちょっと溝が少ない感じ。そうですね、やけどもちょっと雨の日ひっくり返って、まあ、ひっくり返って焦げかけてんけども、ちょっと怖いなと思ったんで、まあまたパンクしにくいタイヤに変えてんけどね。なるほど、うん、もともとはセミブロック、セミブロックって言ったらなんかちょっとオフっぽい感じの。そうそう、うん、グラベルって言ったら、オンロードもオフロードも両方走れる自転車やねんわ、グラベルバイク言ったら。あ、だから2回変えてるってことですか。そうやね、1回目はまだタダで変えて持ってる。タダ、うん、言うと怒られるか社長にそれはちょっとあの使っていいかどうか分からない。大丈夫やと思います、社長寛大な方やからこの辺も最初からついてるんですか。いや、それはあの、はい、自分で。ああ、そうそう、あの、まあ、ロックバイクさんだけに、あの、はい、ロックブレスって今、はい、うん、アマゾンで人気急上昇中のブランドさんやね、これ。ロックつながりだから。これはだからロックバイクさんのやつじゃないんです。そう、ロックブレス、ロックブロスか。ロックブロス、ちなみにその中はあのパンク修理キット、替えのチューブと空気入れ、はい、六角レンチが何本か。ああ、ちゃんと入ってるんですよ、うん、でちゃんとあれですよね、だから鍵もついてるんですよね。そう、パクられへんように鍵も一応自分でつけて加工して。ちなみにあのボーイさんで身長って何センチぐらいですか。172。172。ああ、いいぐらいな感じですね。バランスいいですよね。こんな感じ。ああ、いいっすね。これだからサイズはだからもうこれになるっていうことなんですよね。これもあのね、はい、2種類 あるんですか。あんねん。これタイヤ 650B でちょっとちっちゃい方。あ、これでちっちゃい方。ちっちゃい方。もう一回り大きいのと選択できるはず。できたはず。もう一回り大きくなったらだから車高がちょっと上がる。車高が上がる。そうなんですね、うん、社長は俺の体に合わせて駒が小さい方が絶対お前取り回しがええっていうことで、でまあ正解やったと乗ってて思う。取り回しが楽で、乗りやすいですか、うん、そういう相談もしてくれるからロックバイクさん。すごいですね。えらい宣伝してるけどなめちゃめちゃ宣伝してます頑張ってほしいもやっぱね、自転車やから。乗っててどうですか。まあでもそんなに何台も乗り継いでるわけではないんですか。そうやね、昔ロードバイク乗ってて、はい、うん、それ以来やねんけども、でもまああの結構気に入ってはいるって感じですか。むちゃむちゃ気に入ってるよね。そうなんですね、うん、よう走る。あ、すごいですね、うん、スピードも、まあ、あんま出しすぎてもあれですけどスピードも軽く出るっていうことですか。まあ出るね、うん、それなりに。いいですね。ちょっとタイヤが重たなって今ちょっとスピード落ちたけども。ああ、そうなんですか、うん、やはりタイヤでそんな変わります。変わる。あ、もう全然違う。もう、そうなんですね、うん、重たい、うん、ちなみにこれあれですよね、そのウーバー目線で言うと、あのウーバー目線で言うとあのそのスタンドとか、まあ、泥よけはつけようと思ったらつけれるんですよね。泥除けはつけれんねんけども、はい、スタンドって大概ね、はい、みんなこことこうアーチをかけて、はあ、こう出るねんね。あ、はいはいはい、でもこの自転車はそのグラベルでいろいろこういうとこに取り付け穴がついてて、ここセンターもスタンドをつけれるステーがついてあって、ここに。あ、なるほど。でセンタースタンドやねんけども、やっぱりあの、はあ、スタンドが後ろにあるよりも、はい、真ん中にある方が、はい、いや当然安定する。真ん中中心にある方が。あ、うん、なるほど。でセンターの場合ここでこう今こう1本もんやけども、はいはい、これが上げたら1本で下ろした時の V の字になる、ほんまの正味のセンタースタンドもあるんですか、うん、そういうスタンドもつけれるし、うん、まあ俺なんかはもう担ぎやけども、後ろにこれやったら荷台つけてバッグ固定もできる。その時センタースタンドやったらもう荷物の詰め入れも楽いうことで。一応そのキャリア的なのつけれるんですか。つけれるようにこういうネジ穴がこう打ったんだよ。こういうのがグラベル言って、はあはあ、自転車で旅できるような仕様だってね。あ、うんうん、そうなんですか。うん、あ、だからまあウーバーでも全然。そう、ウーバーでキャリアつけてやるんやったらやっぱこのセンタースタンドの方がええし。あ、うん、やっぱあのもし配達で使うと思うんやったら、はい、そういうところも見て、やっぱ金額デザインだけじゃなくてそういう機能、はあはあ、うん、自分が背負い派かそれとも後ろに荷台つけて走る派かとかで。そういう選択肢も考えた方がいいんちゃうかなと思うね。あ、なるほど、うん、これってこう
外せるっていうことですか。そう、これはクイックでもパチンと返して、はあ、もうタイヤが外れると。はい、うん、前もそう、前もそう、だから自分で外れるから、はい、パンク修理も、あ、そうかそうかそうか、そうそうそう、あ、うん、タイヤ交換も簡単にできるように。そういうことなんですね、うん、いいですね。見てたら欲しくなってきますよね。紹介しようか。紹介してもうたら買わなあかんよな。注文しとこか。注文しとこか。湘南モデル1台売れたってつぶたって言うて言われそうです。ほんまに買わなあかんよなって思う。このフレームとかどうですか。ごつめのフレームとこの細いフレームと。ごついフレームってアルミフレームなんよ、はい、で細いのは黒森って鉄の合金ね、はい、で、あの、まあ、この前ロックバイクさん動画だけ言ったけども、はい、この部材が細い方が当然しなる、太いのは要はしなりにくいで、はい、細い方があのしなるから乗り心地がええって言われたよね、黒森のバイクは。乗り心地がいい、ね、そうそうそう、で、あのフロントフォークはカーボンなんで。あ、これカーボンなんですか。そうそうそう、カーボンやから。すごいですね。あ、そうなん、うん、乗り心地もええし、そのやっぱウーバーやる上で乗り心地っていうのも大事やろうから、はい、うん、やっぱりその値段、さっき言った値段とかで選ぶんじゃなくて、そういうフレームの素材とかもいろいろ考えて吟味した方がいいんと違うかな。あ、うん、なるほど。あとホイールサイズ、あ、うん、あ、ホイールサイズもやっぱり大きいより小さい方が取り回しがええとか、うん、これフレームとかはさ、流行りとかはあんまりない感じなんですか。その黒森はもう加工がこれしかできへんから、はいはい、こういうデザインやけど、もう昔ながらのデザインやけど、アルミは今いろんな形あるからね。あ、うん、まあでも逆にこっちの方が、俺古い人間からして俺はこのデザインの方が好きやねんけどね、はあ、まあ、だから何年乗ってても別にこれはいいとこれっていうことですよね。うんうん、おー、なるほど。はい、ということで今回はウーバーイーツ配達員の湘南ボーイさんの愛車拝見させていただきました。あの、よかったなと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録、あ、まあ、しってくれよ、よろしくお願いします。よろしくお願いしますよ。で、あのチャンネル、湘南ボーイさんのチャンネルもあの概要欄に貼っておきますので、ありがとうございます。ご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。